気に前を押さえていってバックストレッチに入っていきます。誘導員をかわしました。後ろ2番の関がいて、3番手には3番の小酒、内を救った1番の村本が現在は4番手5番手の内側あたりでしょうか。少し中段以降がもつれるような感じになりました。7番の轟がマイペースの先行になるか。後ろは2番の関です。残りが1周。3番手3番の小酒がいて、その後ろには9番の椿、さらには5番の山岸と続いています。この後ろ8番の原野と1番の村本が並走状態、バックストレッチ。7番の轟逃げていく。2番手は2番の関、3番手には3番の小酒が続いて、この後ろから9番の椿、3番手からまくりを狙う3番小酒、4コーナーから直線、轟が先頭、2番手から2番の関が抜け出してくる。2番の関かゴールイン、わずかに2番の関です。